自分が中学生だった時の昔話。実家はものすごく田舎なため、ご近所付き合いも濃密で、名字、名前ですの自己紹介で、ああ、親の職業とか地域のところの方さんねで通じるほど。また、家は、私が高学年になって母も働きだし共働きだった。ここまでが前提。中学はいくつかの小学校がそのまま一つになる形で、自然と小学校時代の情報も入ってくる感じ。その中に有名な法治子イカ A がいた。自分は違う小学校だったけど、 A の出身小学校ではものすごく嫌われていた様子。ただすごく人当たりもよく面白い子だったので、別に嫌なことをされたわけでもないし、噂も噂と気にしてなかった。A と同じ小学校出身以外の子は、特に避けることもなく普通に接していた。自分も同じクラスで普通に接していた。中学校に入ったばかりのある日、同じ小学校だった友人。保育園から家族ぐるみの付き合いが遊びに来るというので、一緒に自分家に帰ってきたところ、途中で A と出会った。A の家とは反対方向だったので、どこか行くの？とか話していたら、友達の家に行く途中、トイレを貸してほしいということで、一緒に自分家へ向かうことに。三人で帰宅してトイレを貸し、そのまま A は帰るかと思っていたが、何やら家の中を徘徊。自分は散らかってるから、自分の部屋で待ってて、と言い、お菓子や飲み物を準備。お菓子と飲み物を食べたら A は帰っていった。しばらくして友人も帰った後、両親が帰宅。部屋で勉強していたら、なんとなく違和感を感じ、考えてみると、引き出しにしまっておいた財布がない。お気に入りのネックレスもない。一応、親に何か知らないか聞きに行くと、父の小銭貯金箱、趣味もない。ことが発覚。A にトイレを貸したことと、友人が来ていたことは話してあった。そこで、母が A の家に電話してみる。何をどう聞こうとしたのかは知らないと。19時にもかかわらず帰宅していない、と。21時にも電話したものの、まだ帰宅していないし、どこにいるかも知らないし、別に大丈夫とのこと。その後家族会議が行われ、親に A さんを特別視してほしくなかったから言わなかったけど、と、A の家は、ナマポで、両親、祖父母ともに、とても変わった人であると聞かされた。証拠があるわけでもないし、親が、公務員、みんな知ってるであることもあり。特にアクションは起こさず鍵は変え、もう A は、家には呼ばないということが決定。人を簡単に信用してはいけない&噂にも、理由がある、ということを知った中1の夜でした。その後、A は、何回か家に来たがったり、アポなしで急にやってきたりしたが、塾があるからと断っていたらそのうち来なくなったし、学校でもドキュンな先輩のパシリを始めたようで、特に付き合いもほとんどなく卒業。私は電車で通う距離の高校に、 A は進学せず地元を出て働いていたようで、接点もなく、 A は成人式に来なかったので、中学校から今に至るまで出会うこともなかったが、最近中学時代の友人に会って A の話になり、どうやら彼女は今阿波嬢として働いているらしいと聞いて、思い出しこちらに書かせていただきました。当時は変わった人ってだけの認識だったけど、なんか分かった気がするよ。